はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。本日、令和元年11月13日水曜日、時間は19時12分です。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。比較的話すのがゆっくりですので、1.5倍から2倍速ぐらいで見ることをお勧めします。本日、今回の動画ではですね、11月15日の参議院本会議で法律案の決議があります。本日ですね、各法律案に関して賛成反対のアンケートを取っておりますが、今回の動画では、衆議院が立法案を、あ、法律案出してきたですね、3番、4番の法律案のアンケートをですね、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律と、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する、賛成反対のアンケートをですね、させてもらおうと思います。はい。で、参議院のページを開きますとですね、議案情報というのがあるので、それをクリックします。はい。ちょっとね、文字が小さくて見にくいですけど、ここですね、議案情報ですね。はい。クリックしますと、ですね、最初に、一番上が内閣提出法案で、次に、衆議院の法律案で、3番、4番ですので、これになります。はい。で、こちらは参議院の方だと、ちょっとね、この提出法律案っていうのがまだ出てないんですが、そうですね、はい。で、会議録情報っていうのを、参議院の会議録情報を見ています。30日以内の検索をして、厚生労働委員会のですね、議事録を見ています。10月29日に行われた参議院厚生労働委員会の議事録です。はい。いろいろね、書いてありますが、ちょっと下の方に行きます。ちょっと文字見にくくてすいません。はい。ですね。はい。大臣による挨拶文の一部で扱われる内容になるのかなと思います。ハンセン病元患者等のご家族の皆様については、かつて取られた施設入所政策の下で、極めて厳しい偏見、差別が存在した事実を深刻に受け止め、家族の方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、深く反省し、心からのお詫びの気持ちを持って、ご家族への補償や偏見、差別の解消に向けて取り組んでまいりますということで、こちらですね、衆議院の方を見てみます。衆議院のトップページにですね、立法情報というのがあるので、その立法情報から追っていきます。立法情報から議案情報、第200回、国会、議案の一覧で、ここから議案の本文情報一覧というところで、この今回の法律案の要項が出てきます。ちょっと一度戻ってみるか。これか。はい。すいません。ちょっと分かりにくくですいません。はい。ちょっと、はい、もう一度戻ります。ハンセン病。このページはですね、後で動画説明欄の方にリンクを貼っておきます。はい。ちょっと、本文自体はね、長いので、ここで全て読み上げるわけにはいきませんが、詳しい情報に関しては、こちらの方をね、興味のある方は見てもらえればと思います。はい。で、ニュースにもなってますね。一応産経、このハンセン病元患者家族に対する保証金で検索すると、ニュース出てきて、衆議院では全会一致でした。はい。15日は参議院の本会議がありますので、15日にも成立、
というニュースがあります。先ほど申しましたように、全会一致です。すべての政党が賛成という、法律案になります。今回はですね、一応法律案としては2つあるんですけど、今回はですね、もう2つまとめて、行います。賛成、反対、棄権、このいずれかね、両方もまとめて、アンケートを取らせてください。あ、失礼、ちょっと出てなかったね。もうすいません。今回一応、形式上は2つの法律案になるのですが、もう2つまとめて、賛成、反対、棄権とさせての、3つの選択肢とさせてください。というわけで、そろそろ動画の方終わります。最後までご視聴ありがとうございました。アンケートはですね、こっちの方に印が出てくるので、そこをクリックすると出てくると思います。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。